新のスノーボード選手。より、フィンランド語に近い表記では、アンティアウティとなる。2005年のウィンター、X ゲームズのスーパーパイプ競技において、ダニーキャス、アンディ・フィンチ、そしてショーン・ホワイトといった大物たちに勝利したことによって一気に名声を獲得した。これは、スーパーパイプ競技の歴史において、最初の非アメリカ人選手の優勝の瞬間であった。 彼は最後のランでスノーボード競技における最難度のトリックであるバックトゥバック1080を決めた。これはダニーキャス、ロスパワーズに続き大会史上3人目の成功であった。ここ一番で見せる技術に裏打ちされたパフォーマンスによって男子スーパーパイプ競技に1080革命が吹き荒れることになった。 つまり二度とまでとは言わないまでも、少なくとも一度は、バックトゥバック戦80を決めない限り、大会で良い成績を残すことは難しくなってしまった。この大会に遡ること2週間前、カナダのブリティッシュコロンビ州ウイスラーで行われた2005年スノーボード世界選手権において、彼は、ビッグエアとハーフパイプの二つの栄冠を勝ち取っていた。HP イコールハー SP イコールスーイコール。 クォーターパイプ SS イコールスロープスタイル BA イコールビッグエア。ありがとうございます。